刻んでいこうぜ。富士山かと思ったら俺の乳首だったということで、はい、人生初めて TKD プロジェクトで富士山登ってみたー。富士山なんですかここ。富士山です。富士山なんだ。あいにくのゲロ天気悪い。ゲロ天気悪いんだ。で今回信越トレイル110キロに向けての今回ね、信越語学トレイル110キロの練習、今日は富士山に登っていこうじゃないかと。うわ、普通におもろいかなと思って動画回したいと思います。ただ登るだけ。どのぐらいかかるんですか、時間は。タナさん、どんぐらい今日かかるんですか。7時間ぐらいかな。7時間本田圭佑いるやん。それ、7分あ、そっか。お二人はトレイル界ガチじゃないですか。そのガチランナーだったらどんぐらいで行くんですか。往復で5ぐらい。往復5ぐらいです。登って帰ってきて5時間なんです。やば。スペシャルのお二人もペースメーカーとして。ああ、なるほどね、はい、本番ね、あ、じゃあ本番じゃなくて今日。あ、今日ペースメーカーの登山にペースメーカーあんの。俺らが迷わないように、あ、道案内人として。あ、そっちでお願いします。道案内人でお願いします。道案内人ペースメーカーって言われると足振れるから。ちょっとあれですよね、天候も今こんな感じなんで頂上に行けるかもちょっと今怪しいと。え、マジで。そう、行けないとこあるんですか。やばい可能性大。大やないか。大やないか。もうでもここも富士山なんですよね。もうすでに富士山らしい、うん、ここなんか5合目そんな感じで、ちょっと登れるのかな登れないのかなっていう不安と、俺ら多分人生で初めて標高2000メートル以上の世界をこれから体験するんで、うん、高山病の心配も。そうですね、うん、もう痛いんで帰りますわ僕。何が起きるか分かんないんですけども、はい、これが TKD プロジェクトなんで。分かりました。そんな感じで楽しんでいきましょうか、はい、分かりました。富士山で行きましょう。行きましょう。参りましょう。ダッシュで行こうぜ。え、それ初めてのザック。それ初めてだよね。ザックって言うんだ。後ろ見て。なんかガタイのいい短距離選手がそれをショート、なんかあれだね、逆カメックスみたいになってる。逆カメックス、うん、ハイドロポンプ。そうそんな似合わないんだね。多分サイズ1個小さい。これ絶対写真撮んなきゃいけないですか。なるほど。あ、大丈夫です。ディズニーランド的な感じではない。あ、そうですか。あのディズニーランドの地球儀のところだよこれ。俺もこう反った瞬間、うん、あれ俺戦いに行くんかなって。サバイバルがこれから。確かに、確かにね。ディスカバリーチャンネル知ってる。待って、聞いたことあるよ。その気分ですね。時間ぐらいかかるって相当怖いですね。でもね、うんうん、高山病もそうですし、うん、非常に怖いですよ。とはいえ俺も山形育ちだから、うん、山形生まれヒップホップ育ち、うん、はい、ジブラかお前。これ再入場とかっつって、はい、あー全然全然、ありがとうございます。渋谷のクラブか。それ手首につけないと。そうそう、はい、見て見て。リップですか。確かに、なんかクラブでつけるようなやつだ。あ、です。OK。 なんか身の内借りキャンペーンやってよかったら、びっくりした。買ってください。なんか、うん、山登ったらゲロ出るからこれ行ってみたいな感じで。エチケット袋みたいな。かもしれない。かもしれない。めっちゃ落としてくるじゃん。なんか登山って感じの地面の色してるよ。これ完全にポケモンで言ったら、あのフエンタウン入る前のパッチールいそうなとこ。武田普通に登ってるけど、もう普通にきついからね。結構。おい。やばい。千と千尋のお父さん。そっちね。いや結構きついよもう。登り始めて8分ですね。この傾斜がずっと続くわけじゃないよね。さすがに。これ5時間やられても結構無理。佐藤さん、これマジで言ってますよ。今のうちでしょ。これもまだマシな方。斜面もきついんだけど、うん、どっちかというとこの足場。そうね、滑ってこうね。これはやばいわ。9時20分ぐらいです。1時間弱こんな残った。一応ね、出しましたけども。いかがですか、吉木さん。で、舐めてた。富士山ってさ、遠くで見えてるからツルツル見えてんのかなと思ったの、ええ、見て、なんかまんまツルツル、まんまツルツル。この斜面やばい。ここやばい。今日一番きつい。本当だ。え、今ね、これで言ったらまだ3キロいってないんだよ。え、2.7キロ。嘘でしょ。1時間かかんだよ、3キロ。ちょっと待って、皆さん休憩しませんか。俺の声も届かない。このまま置いてかれそう。これ足場でね、こう滑るんですよ。ふくらはぎを勝手に使ってしまう。リアルあり地獄じゃね。リアルあり地獄。進まない。フルマラソンより全然きつい。悪いけど大したことない。フルマラソン吉木にも置いてかれる。今きつすぎてハの字で登ってる。スキーでさ
山登るときさ、ハの字で登るじゃない、あれと同じ。ほんと雪山登ってる感じ。とりあえず頑張ります。頭痛くなってきたのは高山病ですかね。そうだね、低酸素だからちょっと痺れます。うん、しっかり息吐いて、はい、吸って吐いていく。ダースベイダー2人おるやん。俺のダースベイダーですか。僕のネタやん。自分のネタの感じ。景色ガチでやばそう。クラギが釣ってる。あ、釣ってんだろ。いつものね。大丈夫。いや全然ダメ。ほら、ほんと新越行けるのか。来たくなるんだけど。新越きついんじゃない？一回だけ押させて。あ？前から一回だけ。死ぬ。即死。こんな押されたら永遠に転がってくる。永遠に転がる。ミルタンクより転がる。コロコロカービィより転がる。挫折しとるやん。お前気軽に富士山誘うな俺。いやでも行きたいって言ったら締めなかったけどさ。よしきさん。今行きます。あのめっちゃ急いでます。ようやく6号目です。マジ座りたい。一回座れます。6号目の小屋で。ああ嬉しい。武田さん、6号目の休憩小屋です。今日寝てないんすよ。4時ぐらいに YouTube がアップされましたって G メールで通知来ました。徹夜で編集してた。あっち座る場所ないですか。あるよ休憩小屋が。いやここの6号目でもちょっと頭痛いな。ダッシュで行こうぜ。分取ってありがとうございます。必要、ね、直してください。渋谷のクラブより高いだろ。渋谷のクラブも水500円で、あいつらって。あいつらのこと富士山って呼ぼう。絶対うまいだろこんなん。いただきます。あーしみる。マジで確実に言えるのは、多分人生で食ったカップラーメンの中でいっちゃうまい。本当にそれよりもうまく感じたよ俺は。マジでみんなで飲めようってさ、うん、今日は何もなかったなって言って、うん、コンビニでちょっと高めのカップラーメン買って、カップラーメンも全然うまいわ。確かにそっちの方がうまいわ。ふざけんな。大丈夫ですか。あーちきつい。多分休憩から30分ぐらいは頑張って登った感じですね。若気の至りで登ってきた大学生みたいになってます。あと 3.7 だね。山の洗礼を受けてます。もっと洗礼を受けてる人が下にいます。よしきさん、僕ずっと黙ってたんですけど、はい、僕低酸素ジム高崎で運営してて、はい、何も苦しくないんですよ。急に線で入れてくるよ。低酸素ジム経営してるから。高崎駅徒歩5分です。遊び来てください。わかりました。武田どこだ。あれ見失った。あ、いた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 。霧で見えないかな。いや、いない。消えました武田。最後までご視聴ありがとうございました。あ、いた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 、いたわ。あ、座ってら、座ってます彼。わーやばい、また霧で見えなくなった。これ武田。お疲れ様です。今12時20分ぐらいですね。1時間ぐらいで多分山頂着くらしいんですが、ですね、登るとね、あの腰と、はい、アキレス腱にこう毎回響く感じが出て、今下ってるとね結構楽なんですけど、今後の活動に支障が出そうなので。皆さん基本的にはトレーニングで来てますので、僕がね足を引っ張るわけにもいきませんし、まあ、多分そこは皆さん気にしてないと思うんですけど、まあそれでもね 3000m も来ましたよ。はい、全然富士山した。はい、十分富士山しました。健康第一だなと、登山でも感じます。帰りにちょっと気をつけながら、足に負担のないようにゆっくり帰りたいと思います。さあ、よしき山頂行ってらっしゃい。武田がリタイアしました。電話でリタイア宣言。ここまで来てリタイアする人います。いや、まあ、まだこっからきついですよ。まだあと1時間ぐらいかかるんで。彼一応ね、座骨神経痛とアキレス腱抱えながら今シーズン向かって 100m をまあね、10秒台を狙ってる身なので、全然多分彼は無理せず安牌なところでちょっと今日はやめとくっていうことなので、僕
がしっかり最後まで富士山がどんな世界なのかをこの動画で届けていきたいと思います。最後まで刻んでいきたいと思います。ちょっと急に来た。頭痛いですか？いや、なんか耳鳴りとなんか耳がキーンって怖いですね、この感覚。ちょっとやばめ、酸素回らなくて過呼吸になる前みたいな。あ、ちゃんと吐いた方がいいです。ろうそくがあるぐらいの気持ちで、はい、これを消すようにふーって強く吐いた方がいいです。わかりました。武田はリタイアするし、俺今こんなになってるし、こんな過酷なわけではないっすよね。はい、マジでしんどい。あ、やばい、本当に。でもよしきさん、まだここ3100なんで、この上3700目指すんで、はい、やばかったら降りた方がいいですよ。だから降りると結構すぐ楽になるんで、休憩しましょう。あ、人がゴミのようだ。見てください、味噌汁とカレー。じゃあちょっといただきます。勝手に武田の金で買ってます。あー、染み渡る。めっちゃうまい。人生で一番うまい味噌汁。こういうこと言うから軽くなんですよね、シューズレビューも。カレーいただきます。しっかり煮込んであるタイプのカレーだ。でも早っ。うわ、めっちゃうま。マジでうまいやつです、これ。1500円。あ、それはうまいっすよ。1500円でしかもおかわり自由。超リーズナブル。ダッシュで行こうぜ。ヤシキさん、はい、カメラ向けた時だけそういうん大丈夫です。違うって。辛いとこ必要ですか、もっと。やめて、ほんとに。ちっちゃい。しっかり高山病乗ったっすね。めまいと。しっかり呼吸意識して、しっかりもうふーっと吐き切って吸う、ふーっと吐き切って吸う、吐く方に意識して。はい、負けだ。釣れたくなくてよかった。着きました。5時間47分。見てみなさん、じゃじゃん。見て、これ火口、富士山の火口です。すごい。この迫力は画面では伝わっているんでしょうか。まあすごい迫力ですわ。こうしたらもう君の名はよ。うん、よしきさん、大丈夫ですか？怖すぎる。やばい、やばい、生徒の状態。行こうぜ。マジで強くなるっすね。修行でしかなかった。いや、本当ありがとうございました。めっちゃいい練習できた。感想間違いなし。俺乗り越えたら信越行けるでしょっていうぐらい痛い目を見ました。ぶっちゃけっていい？連れて行かなくてよかったって。俺ガチの高山病になったから。どうなの？立てないってなって。立てないってなって。どうしようみたいな。自分が喋ってる声がもうなんかエコーみたいな。わーわーわーみたいな。こっちで周平連れて行かなくてよかったと思って。あとは周平さんが締めていただく。あー、本当ですか。もう一緒くらいです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。
まあ、それはちょっと言い過ぎだけど、うんうん、体に悪いな富士山、うん、健康な人だけが来てください。しっかり寝てる、どこも痛くないで登ってみたい方、俺みたいに腰持ってる人とか寝不足とか、うん、よくないね、うん、すぐこう免疫下がって、せっかくね綺麗な景色とかもっと楽しめたはずなんで、うん、まあ俺の手術台無しになったけど俺も終わった。すごっ、これ全部さネズミ色だったのに真っ黒俺だいぶ回復した。あ、本当だ、はい、次か分かんないけど、うん、次が新越かな。そうですね。じゃあ完走できるように頑張りましょうか、はい、コメント欄によしき完走できるかできないか予想しよう。予想しよう、はい、じゃあ俺の予想でじゃあ締めたいと思います、はい、よしきは完走できない。